第53回ビッグマジックライブ、はい、スタジオ2回目ですけども、どうですかこの空間。いつもよりシーンとしてるね。よりだいぶシーンとしてるよね。よりスタジオっぽい感じが。そう、まあこれからちょっと今はお見せできないんですけど、はい、スタジオ感のある空間ができたら皆さんにもね、まあそうですね、写真とかでもうちょっとしたら周りをなんかスタジオ紹介みたいなのしたいですね。そう、まあ、そのスタジオ紹介とかを何でするかは今後のお楽しみということで、はい、じらしますね。ちょっとねいろいろ考えてますので、はい、2年目ねいろいろやってからあかんなということで、工夫していくので、来週以降もぜひお楽しみくださいということで、最初のコーナー行ってみましょう。MTG ニュースのコーナー、はい、村井くんお願いします。まあ、今週、まあ、先週あったニュース、まあ、コンスピラシー発売、まあまずそれかな、うん、はい、まあそれぐらいですね。お、早っまあまあでも結構一つ大きなニュースではあると思うんですよね。と思う、はい、エクスパンションの発売ということで、うん、すごいね、ホイール関係でやっぱ盛り上がる。あ、そうですね、ということで、ソープロ、剣を好きに、剣を好きにでしたっけ、うん、剣を好きに、はい、の日本語ホイールが今回初めてということで、そうだね、うん、あと、まあ、渦巻く知識のホイールが久しぶりに登場ということで、うん、まあ、かなりレガシーのホイラー、そうだね、垂涎の内容となっておりますね。うん、まあ、遠さとかも、はい、そうですね、初ホイールが結構ありますよね。地味にね、はい、あるから、その辺が。いいなというふうに。で、遊んでも結構各地からツイッターとか見てたら、はい、面白かったって報告を見るので。そうですね、僕もやってるのを横で見てたんですけど、計略カードはやっぱり策略が、あ、策略、うん、策略、あ、計略ってあれですね、アーチエネミの方スキームになってしまう、はい、めちゃめちゃ強いからそれは策略がかなり取るタイミングとかが重要になってくる。あ、難しいんやね、はい、あれガメるとめちゃめちゃ強かったですね。やろうね、はい、ブレイゴの行為とかやばそうやなとか思うんだけど、一番なんかツイッターで見て面白かったのが、うん、1マナ軽くするザ・ブレイゴの行為、うん、が3枚ぐらい取ってて、うん、であと、同盟カード差しするやつ、うん、とあと速攻持たせるやつとプラスエッジカードを乗せるやつで一気にババババババンドーンみたいなのやってましたそうそうそう、俺も発売前からこれロボットベルチャーって名前つけたらもういいじゃんと思ってコンスパシーできるぞそれ、うん、なんかいろいろできそうですよね、ほんと。ただそれをやろうと思ったらロボットをピックしたタイミング、はい、ロボット絶対オープンになるから、ああ、そう、オープンになるっていうのやっちゃうのみたいな、まあ、そこも戦略の一つ、面白いよね、はい、うん、まあ、これからも番組とかでもやっていけたらなというふうに思ってますし、イベントでもね、ああ、やってほしいですね。今回 PTQ やらせてもらうサイドイベントでもコンスピラシーで、あ、はい、まあ、集まればやりたいなというふうに考えてるので、はい、まあ、絶対集まるでしょうとは思うよ、うん、だ、ぜひ、そうですね、集まり次第開催のフライト式のドラフトでやりたいなというふうに思ってるので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、こんな感じですね。まあそうですね、はい、あ、で、まあそうですね、まあ、週末が、まあ、PTQ 金沢、まあまあそうですね、うん、で、まあ、来週は大阪の PTQ 控えてるんで、まあ、今週もモダンやりましょう。そうですねでは次のコーナー行ってみましょうか。はい、カードオブザウィーク、まあ、今回僕リュウジが担当で、まあ、今回は島で、まあ、基本地形といえばジョン・エイボーさんが、まあ、グランプリ静岡ビッグマジックオープンで、まあ、山とか、まあ、森のプレイマットを描いてくれてると思うんですけど、まあ、島、まあ、僕がもしその基本地形の他にも描いてもらえるとしたら、まあ、どんなの描いてもらいたいかってなったら、僕島だったら淡路島を描いてもらいたいんですね。まあ、私事ですけど、まあ、この前自転車で淡路島まで行って170キロくらい遊んできたので、まあ、そういう思い入れの、まあ、ちょっと思い出のある土地を基本地形プレマットにしてくれないかなっていうことで島です。はい、リプレイ、はい、行きましょう、はい、まあ、僕がまあ見ての通り赤タンですね。これ MO でめっちゃ安いデッキなんでしょ。だいたい40チケットぐらいで作れるんです、うん、モダンって結構まあ、押してる割に、まあ、なんか高いっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、確かにね、うん、まあ、そこでそれだったら一番安いデッキをちょっと組んでやってみようっていうので、うん、40なんかほんま最安値やろ。そうですね、正直なところフェッチランドが入ってないからまあ断トツ安いということで、はい、そうですね、土地は全部山だけなんで、うんうんうん、そこで、まあ、ほとんど一番高いのはゴブリンの先達で、そうだね、まあ、うん、あとはもう本当に安いパーツばっかりなんで。なるほど。一方僕の方は、はい、青赤双子にあれ入れてみました。ニックスへの旅から出てきた予言の物語を入れた形の、いろいろ試してみようと思って。まあ新しいカードでね、試す価値ありますよね、うん、僕も今回ニックスからちょっとカード入れてるんで、うん、まあなかなか使う機会ない火花のせいで
久しぶりに見たでマジで、はい、スパエレ初めて使いました。あ、ほんまに、はい、え、あれのデッキ入ってなかった、あの伝説 の, あのバベルバーンに入ってなかった。あ、入ってた気もしますけどね。入ってるやろ、ね、バベルバーン多分みんな知らないと思いますけどね。あのグランプリ広島、まあ、昔あったんですけど、広島のね、その時に、うん、あのサイドベントのレガシーに、まあ、僕バベルバーンで出たんですよね、うん、懐かしいわ。300枚デッキで、まあ、あのいや土地と火力しか入ってない、うん、まあ、赤のクリーチャーと。懐かしい。懐かしいですね、うん、一戦僕スニークショーと当たったんですけど、結構そんな多分お前してんで、この動画で。してます、ね、あれやろ、ショーテル打たれて、あ、そうです、エムラ裏まくって出て、お前の方が面接少なくて負けたやつやろ。ここあるやん、エムラドーンみたいな負けたやつやろ。あのバベルすごい面白かったですね。竜獣の貴族一旦目に出して、うん、相手のルーンの母と聖員の騎士と貴族の教師に止められずに勝ったっていうのありました。人間やん言うてやろ。その次の時タルモゴフに止められましたけど。まあ、そうこう言ってる間に、はい、いや、そう、逆にね、こんなトークしないと持たないぐらいバーンってのはやっぱザクザク攻めてくる場合 ね, ね、このデッキであって、まあ、久々にバーン使うのですごい楽しいですね。でしょうね、うん、まあフェッチが入ってるに越したことはないねんけども、はい、あの上陸火力の関係で、そうですね、障子農家があるんで、うん、とはいえなくても全然戦えるというのがバーンのいいところ、ね、いいとこですね、うん、であと本当にシギレイがいなくなってかなりバーンに追い風のなってますよね、まあ、あの本当にテイロスとかギルドモン審判との頭蓋割りとかでかなりバーン強化されてるんで、うん、双子の速度に全然対抗できるっていう、まあ、全然いけますね本当に、部分はあるね、はい、でクリーチャー頼みのコンボデッキやから、やっぱりそういうのにも火力は直接1マナ2マナで触っていけるから、そうですね、サイドコットが特に省略とかも使えますし、うん、そうコンバストがね、はい、やっぱりこれよ。これ膝ですね、僕その炎語り出したけども瞬殺ですわ。これ気持ちいいですね、これね、これはやりすぎやなという感じの、そうこれ打ちさえすればもうあとはフィズらへんからね、対象2つ取ってるんで、うん、1つが不適正になってもう1つが解決されるっていう、うん、ルールルールのお勉強になる、ね、いいカードですよね。さあ血の手の方飛んできて畳むと、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、2本目、はい、じゃあ今度僕先手いただきますと、はい、そこね、白入ってるのがちょっと個人的なポイントであって、その予言の炎語りプラス、あ、稲妻のラス、まあこれ除去として使う部分もあるけど、はい、トラフトをサイドから入れてって、その、まあ、今回バーンに対して入れるかどうか結構微妙な部分でも個人的にはあってんけども、まあ試しで入れてる部分はあんねんけど、コントロール系とかやったら、はい、まあ、なかなか仕事してくるんじゃないかみたいな。確かにそうですね、うん、全体除去をあんまり入れないかなっていう感じがするんで、それに対してのトラフットはすごい強いですね、うん、そのコンボ阻止パーツがっさり入れてきたらそれで戦うみたいなね、はい、まあ、アグレッシブ最後と思って、うん、ってやつよね、はい、で炎語りとトラフトが並んでたらまあまあ嫌ちゃうとか思って、かなり嫌らしいです、うん、まあ、僕はワンラウンドですけど、まあ、ゴブリンの先達が2枚いるんで、なるほど、はい、まあ、1匹はヘリックス で, そうです、ね、2発目は通るだろうって、でまあうまいこと引いたんで、まあ、よかったですね。そうやね、まあ、ここまだ引いたすのね、うん、まあ、ジョクられるのは確定してると、はい、まあ、仕方ないですね。龍二に殴られてからでもよかったんけど、はい、そしたらあのね、頭蓋割りがスパーンと打たれて原因できへんっていうのがもう最悪のパターンやから、それ最悪です。まあライフルのケアを優先したっていうことですよね、うん、そうそうそう、あれが稲妻やったらもう全然殴らしてから土地見てからね、うんうん、焼くけども、3点のライフ特に越したことはほんまにないからね。そうですね、うん、で3枚目引くよね。ただ稲妻が見えてで、これ瞬生めくれたっていうのはかなり辛いんですよね。まあまあ確かにね、ジョクられるの確定してるからな、はい、ほんまにひたすらジョクられるのを見ていくみたいな、本当に。でこれ土地がもう2枚しかないんで、あの図代わりなんかも構えられないんですよ。そうやな、まあ、逆を言うと、うん、あのゴブリンガイドそういうプランを立てていけるいいカードではありますね、はい、ほんまにここ普通になんかメインで春章からヘリクス打たれるかなと思ったんですけど、うん、もう打ってもいいかなとか思ったけども、はい、打たんということはそうなんですよね、そういうことよね、はい、このデッキはあくまで双子なのでということで、
ここですっと土地が1個出てくれたからもう結構楽になんねんな、うん、うん、稲妻稲妻やったら別にしゃあないなと思うし、うん、さあここで大丈夫やろうと思って双子つけたら大丈夫でしたということで次行きましょう。はい、3本目で今度は僕の先手で、うん、バーン確かに早いけど、はい、もう最短で動いた双子もやっぱり早いと、ね、そうですね、4ターン目に決まるんでやっぱりめちゃめちゃ早いですね、うん、結構ね、はい、勇気がいるというか ね、うん、ねじ込む覚悟がいるねんけども、そうですね、やっぱり今見えてる焼却とかもね生えてきてるんで、そうやね、うん、まあ思い切ってっていう部分はあるよね、はい、うん、逆になかった勝ちですからね。そうやね、うん、で打たれて 1,2 交換されるけどバーン相手に 1,2 交換されてもそこまで、うん、痛手ではないかなと。コントロール対コントロールの 1,2 交換って結構きついけど、はい、バーンならまあそうですね、リソース削れてますしね、うん、はい、ちょっとかなり嫌なハンドが見えましたけど、嫌ですね、多分そっちからすると、はい、バーンはやっぱ1ターン目動けると動けへんでは結構差はあるよ ね、本当は生物スタートも先達スタートが最強やけど、まあ、4枚しか入れないですからね、うん、まあそりゃね、はい、まあ地獄火花でも全然問題はないんで、うん、いやもう2ターン目で6点入ってるしね、まあまあ悪くはないからな、うん、スタートとして、ね、うん、まあそうっすね、まあその地獄火花にライトニングヘリックス、ただこれもう原因分そのまま帳消しにされちゃうんですよね。そうやね、だから結局ね、はい、2ターン何もせんかったっていうことになって思ってるからそこがきついんやろうな、はい、出てきた、でこれ即興れないんですよ、ね、フレームスピーカー出てきたけどもコンバスターじゃ効かへんという部分が辛いところやけど、ガイドを立たしてターンエンドと、はい、これが言ってたんですからね、地味にね、うん、来てますね、シアリングブレイズじゃしなへんと、はい、土地を置けてないですし、うん、でこれもう見てる、ね、見えてるのがすごいきついんですよね、これね、コンボやからな、もう見えてるだけで、はい、あ、じゃあ春章出してじゃあこっから出して、ね、ライフ減ってるけど全然気にならへんよというアドバンテージって入れられちゃうからな、これは、ね、これはあかん、なんかジャンドでもフレームスピーカー入ってるタイプ、ああありますね、あるらしいね、はい、かなりきついんですよね、ジャンドってなんか入っててカード全部強いんで、うん、何めくれても辛いんですよね、そうやな、だからこそ入れてるんだろうなっていうのもありますけど、土地がめくれてもクルフィックスの指導者やったら、うん、ライフゲインってなるから、そうすごい相性いいですし ね、手札に入るわけじゃないからリリアナとも相性いいよね、あー確かにそうですね、うん、プラス1してからとかでも全然できるから、うん、さあ見えないクラフトをトップから叩きつけるっていう動きはね、双子とは思えないですよこれを全て失っても俺はコンボを決めて勝つというプランがあるっちゃあるんで、これはそう、僕さっき言ってた通りその全体軸が入ってないんで、うん、そうやな、どっちもこう焼却効かないクリーチャーですからね、そうやな、うん、美味しくはないよね、はい、ではこれが大そう、その血の手の炎をリマンドされても大体勝負ついちゃったんですけど、うん、うん、さあセットランドをして龍二にターンを返すと、はい、でもまあもう盤面できてるよねってことで投了と、なかなか面白いマッチアップになったけども、はい、やってて感じたのは、はい、バーン結構怖いわやっぱり、そうですね、うん、やっぱりうまいこと回ると本当に一瞬ドライブゼロにできるんで、うん、サイドボーディングするときにバーンを完全に無視するか否かは結構難しいなというふうに思います、うん、はい、リュウジはどうやった、やっぱりまあ、双子で最初意識してたんですけど、うん、その本当に3戦目なんかうまいことずらされたサイドボーディングされて、うん、なるほど、消極効かなかったなってワンマリやからね、はい、うん、まあ、これがアグレッシブサイドボディのいいとこやなというふうには見えたので、はい、まあ、面白い試合になったんじゃないかなというふうには思います、はい、また来週もモダンやるかな、はい、おそらくは、はい、まあ、PTQ 近いから練習も兼ねてやりましょう、はい、ということで、今週のリプレイはここまでです、はい、MTG ストーリーショー早速いきたいというふうに思います。前回は大名コンダという男がいて、その男が世界平和、この次元の人々の平和のためにあるプランを立ててるけども、彼は、
どんなプランでも躊躇しないという人物だというお話をしました。そしてそのプランのためにこの八尾藩に調査をさせたというところまで、隔離用に関する調査をさせたというところまでお話ししたと思います。その続き始めていきます。この大名近田には、その子供を見ごもる、ある一人の女性がいました。その人物の名は吉野というそうです。この吉野の出産に合わせて、近田はある計画を練っていました。でその計画に対する彼の協力者であるこの八尾藩の調査のもと、うつしおに生きる近田が選んだのは禁忌に触れるとても大きな一つの決断でした。ある日、近田のもとに、うつしおの実力者たちが集います。まずは、近田の旗本侍の中でも大将格である、竹野宗次、騎馬隊の隊長でもあり、彼の侍としての実力、そして統率力は折り紙付きのものです。そしてた、この竹野は、近田に対する熱い忠誠心を持っていることでも、一つの有名というかポイントですね。続いては密か師範という名で知られる、本名は密か壱岐というこの老人です。彼は水面院の学長であります。その学園で一番偉い人物って感じですね。この水面院について、改めて説明したいなというふうに思います。水面院は永願城、先ほど申し上げた近田のその住む永願城から、馬を飛ばして丸一日の距離にあるというふうに言います。だいたい何キロぐらいなんですかね。ちょっと後でググろうかなというふうに思いますけども、馬を飛ばして丸一日水面院にたどり着きます。水面院は、その上川で最大の河川夢川という、もう本当に幅広で向こう側が見えないような大きな河川のその流れの途中にある桁違いに巨大な滝、神滝というところ、そこにあります。この大いなる、もう幕府の、幕府というのはその多岐的な意味だね、幕府のその上空に浮かぶ建造物、これが水面院であります。ここですね。ここは神側に眠る知識、そして魔術を学ぶための、優れし者が集う学び屋であります。彼らはここで日夜過去の文献を読み漁り、魔術の調査を行い、そして護身術としての、弓の術、弓術なんかも学んだりしています。そしてここには上川最大の書庫があることでも有名であります。これを管理しているのが小津あざみというこの女性ですね。EDH でも定番のカードの一つだというふうに思います。もともとは密かもこの水面院の生徒だったんですけども、彼は若い時から、この世界に存在する魔術に対抗する魔術を極めんとしていました。魔術に対抗する魔術、すなわち、この世界の魔術には、その裏側というか表裏一体、対となる魔法というものが必ず存在していて、彼はそれを探し出して、そのいくつもある魔力の流れの中からそれを探し出し、そしてそれを唱え、ぶつけてやることで、その相手が使おうとしている呪文を杖になったものを並べることで打ち消すという、打ち消し呪文の使い手でした。この打ち消しの才覚に優れた密かはその技術を水面院の、偉いさん方に寵愛されます。彼はこの打ち消し呪文に対する研鑽を、魔術というその枠組みからもさらに収めきらずに広げていきます。それは、ついには生きていく姿勢、哲学にまで高められ、彼の教えを受ける生徒は、どんどんと増えていきます。そして、密か師範と呼ばれるようになりまして、そして彼は最終的に、水面院の師範、そして院長へと、学長へと駆け上がっていくのでした。そんな彼が、近田のもとにやってきて、一体何をしようというのか。怪しい感じがしますけども、その場にはもう一人とびっきり怪しい人物が立ち会っていました。普段は遥か天空に住まう
ある男がというところで来週に続きます。え、週末なんかどっか行くの？もちろん PTQ 金沢。やっぱり石川県の、はい、金沢行ってきますよ。なるほど。車で行くの？はい、あの神戸から一緒に車で行きますね。そういう遠征みんなで車でワイワイしながら行くっていうのもいいよね。本当にあのマジックの楽しみの一つでもありますよね。ワイワイしながら行って、はい、結果抜けたらもうバンバン剤、はい、あかんかってもご当地グルメを楽しんで。そうですね、金沢特にお寿司美味しいって聞いてる。なるほどなるほど。まあ、完璧なアドゾンにはなりませんみたいな気持ち。なるほどなるほど。はい、うーん、どれぐらいなのかな車で。だ、僕神戸から出るんですけど、だいたい3時間ぐらいかなっていう感じですね。はい、なるほどなるほど。名古屋の倍ぐらいなんで、はい、そんなもんですね。わかりました、はい、なるほど。応援してます。はい、まあ大阪の PGQ は出たいんですけど、まあまあ金沢で抜けちゃうとね出れないんで。お前絶対言うと思って。聞きましたよね皆さんね、忘れないでくださいよ。大阪の会場でリュウジと握手を。まあ僕も行くんで、はい、大阪は2人で頑張りましょう、はい、というわけでまた来週お会いしましょう。さよなら。なんかお土産買ってきてよ。砂とかでいいですか？なんじゃそりゃ。